生まれ育ったところ、本当に久しぶり。まもなく浜松です。お出口は左側です。本来の線はお出口。みんな元気にしてるかな。
こんにちは、ママツ。帰ってきたよ。何かしら、どこから聞こえてくるの？ここかしら。ここだったんだ。本当に音楽が好きなんだ。リエ？リエじゃない？あ、やっぱりリエだ。もしかしてユッコ？あったり！久しぶりに元気だぞ。あってよ、リエも元気そうじゃない。まあね、もうわかんなかった。そうでしょ、浜松って町のあちこちの音楽が聴けるのよ。駅前でもプロムナードコンサートってやってるの。へー。市民の憩いのひとときを演出するプロムナードコンサート。軽やかなリズム、心和むハーモニー、美しいメロディーが街角に響きます。いろいろな音、さまざまな音楽が聞こえてくるでしょ。浜松はいつでも音楽に参加でき、どこでも音楽が流れる街なのです。生活に潤いと安らぎをもたらす音楽。季節を通じてのさまざまなイベントでも音楽が花を添えています。浜松ではいろんなグループが音楽をやってるんだよ。私の友達もロックバンドを作ってやってるんだよ。本当に？うん、すごいね。音楽を聴くだけではありません。楽器を持ち、歌を歌い、音楽の輪を広げています。
軽音楽をはじめ、吹奏楽や合唱、オーケストラなど多くのグループがいろいろなジャンルの音楽を楽しんでいます。この音楽はやがて世界に響き渡るでしょう。音楽の輪は広がり、やがて世界の音楽を浜松で楽しむことができるようになることでしょう。音楽文化の背景にはオルガンの修理から始まった楽器産業がありました。浜松はオルガン、ピアノの製造では全国をリードしてきました。そして楽器の街として発展し続け、国内のピアノのほとんどを作り出すまでになりました。音にも様々な音があるように、楽器の種類も数多くあります。小さな LSI を使った電子楽器もその一つ。表情豊かな音楽を生み出す電子楽器作りも盛んです。浜松で生まれた楽器は世界の人々に愛されています。街に音楽が溢れてるのね。そうでしょ、この後なんか約束ある？うん、ないよ。じゃあどっか行こっか。うん、行こう行こう。いい天気ね。本当いい、気持ちいい。浜松って綺麗になったでしょ。変わったわね。私が住んでた時と全然違うわ。いろんなものができたのね。そうでしょ。毎日見てる私もびっくりするぐらい変わったもの。街全体が踊り出してるようだわ。浜松は新しい時代に向かって魅力的な街を目指しています。自然にあふれた公園、カラフルな歩道、景観を考えた住宅地、街のシンボルとなっている建物、生活に潤いやゆとりのある街、そんな街づくりが進んでいるのです。また商店街では快適なショッピングができ、さまざまなイベントが楽しめるようになっています。あ、そうそう、さっきコンサートしてたところ、パルテって言うんだけど、夜になるとすっごい綺麗なのよ。へえ、楽しそう。
浜松は我が国のオートバイ産業の発祥の地。戦後オートバイ産業は三大産業の一つとして発展してきました。そして現在では日本のオートバイメーカーのほとんどが浜松と関わりを持っています。浜松で生まれたオートバイは日本はもとより今や世界のあらゆるところで親しまれ高い評価を得ています。世界で初めて電子式テレビジョンの実験に成功して以来、浜松は光電子産業の先進地域として発展してきました。このような光電子産業の製品は人間の目の代わりをする光センサーをはじめとして光情報処理、工業計測、レジャー機器、そして医療機器、さらには宇宙開発と幅広い分野で利用されています。またバイオテクノロジーの利用を積極的に行い、21世紀に向けての新しい形態の農業を実践しています。これらの技術が浜松を活性化させ、浜松と世界を結びつけています。浜松の代表的なもう一つの産業が繊維産業です。織物、染色は浜松の発展を支えてきました。ここで作られた浴衣は全国で親しまれています。町ではファッションショーが華やかに開かれ、服飾、デザインなども盛んに行われています。色とりどりの洋服が飾られた個性的なお店が目立ってきました。浜松はファッションの似合う街へと展開しているのです。わー、かわいい。ほんと、かわいい洋服たくさんあるね。うん、かわいい。浜松の町も人も新しくなったって感じがするね。そうね、確かに変わったわね。うん、絶対に変わったよ。私ずっと驚きっぱなし。明るくて活気があって、ほら、なんていうのかな、町が息づいてるみたい。そうよ。でも浜松の自然はずっと変わらないでほしいな。
中田島砂丘での大凧揚げ、そして市内での御殿屋台の引き回しで知られる全国でも有数の祭りです。この祭りでは浜松の人たちの情熱が爆発し、浜松土器室の一端を見ることができます。浜松土器室とは、目標を定めたら共に手を取り合ってその達成に突き進む心意気なのです。やらまいか、それは何でも徹底的にやり抜く浜松の人々のチャレンジ精神。昔からその強い意志が浜松の人々の心の中にありました。それが産業を起こし、新しい文化を築き上げ、新しい歴史を作ってきたのです。その魂は今も若い人たちに引き継がれています。ねえ、今思ったんだけど、浜松ってどんな風になるのかな。どんな風って、もっともっとおしゃれな楽しい街になって、それから私たちはいい女になってるかな。そうね、そうかもしれないね。アクトシティ、浜松が新しい街づくりを進めるために中心的な役割を果たしていくところです。皆さんの憩いの場となる緑に包まれた公園、そして本格的な音楽ホールなどが並びます。そこでは様々な産業、技術、文化に触れることができるのです。一段と高くそびえ立つアクトタワー。この中には都市型ホテル、オフィス、文化施設などが入ります。また通信衛星を利用した情報通信センターなどが置かれます。世界中から人が集まるアクトシティのシンボルとなります。
光や電子などの最先端技術を使い、新しい科学技術が生まれる街、浜松地域テクノポリス。その中心となっていくのが、ここ宮古田開発区です。立ち並ぶ研究開発施設は互いに交流を深め、ここから明日の浜松を支える産業が生まれていきます。恵まれた自然に囲まれ、豊かな緑を持つ新しい町になります。ここで新しい産業が生まれるのね。わー、楽しそう。浜名湖湖畔の豊かな自然と美しい景観に囲まれ、自由でのびのびとした環境の中、コンピューターの利用技術の開発研究や技術者の育成を行う浜名湖頭脳公園、これからの浜松の産業を支えていきます。こんな素敵な場所で研究されるものってロマンがあるわ。新しい建物ができ、近代的な街並みになり、浜松はさらに変わっていきます。この街に多くの人々が集まり、国際的なイベントや展示会、会議などが開催されます。また静岡県音楽公園など文化を育てる施設も作られていきます。未来の街の足音が聞こえてくるみたい。今浜松は未来に向かって大きく歩き出しています。それを支えるのは人と人との触れ合い、明るく生き生きした生活、そして豊かな心、活気あふれる浜松の人々。そんな人たちによって明日の浜松は築き上げられるのです。浜松は夢にあふれた21世紀に向けて素晴らしい街になっていくことでしょう。どうかしたの？浜松の未来が見えたみたい。え？私も未来の浜松にふさわしい素敵な大人になれるかしら。大丈夫よ。そうよね、なれるわよ。だって浜松っ子だもん。